皆さんこんにちは。私は今ロンドンに住んでるんですけど、今回はロンドンからギリシャのサントリーニ島へ行きたいと思います。昔サントリーニ島の景色を見て建築士になろうと思ったのをすごい思い出しました。海の景色もすごいんですけど、何よりこの白と青のコントラストが本当すごいですよね。この島を走るローカルのバスです。30分か1時間おきに出てとても安いんで、この島に来ることがあれば移動手段はそんなに困らないと思います。一つ一つの家にこういうミニプールがついてるのも特徴的です。サントリーニ島の歴史やどうやってこの島ができたかっていうミュージアムに行きました。ここは夕日がすごく綺麗に見えるスポットです。すごい人が溢れるんで1時間半前くらいから僕は並んでました。日本からは遠いんですけど、本当におすすめの場所です。ぜひ行ってみてください。ホテルはプール付きのホテルをおすすめします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。